本日はキネシスデータアナリティクスでサウナの水風呂の温度をリアルタイム集計、スライディングウィンドウの活用法というブログを紹介します。本日はですね、本ブログの執筆者である松井さんを解説者としてお招きしました。じゃあ簡単に自己紹介をお願いします。はい、株式会社サーバーワークスエンジニアの松井と申します。趣味はサウナと旅行で、はい、で組織内 AWS サービスは AWS IoT と、クラウドフォーメーションです。今日はよろしくお願いします。このブログの主張したいことなんですけれども、キネシスアナリティクスを使うとリアルタイムにデータ分析をできるよということです。で皆さん、データ分析やりたいなって思ってる方もいらっしゃると思うんですけれども、ぜひこのブログ参考にしていただければなと思います。まずなんですけど、このブログを書こうと思ったきっかけを教えてください。このブログを書こうと思ったきっかけとしては、皆さん、デバイスとか、まあセンサーとかから、物理的に採集したデータを、まあ、AWS 環境にどうやって持ってくるかっていうところの話として、そのまま持ってくるっていう方法もあると思うんですけども、まあ、ある程度加工した状態で、AWS の中のデータストアに貯めていくっていうところを、ちょっとご紹介したいなと思って、サウナを例に紹介させていただきました。なるほど、まあ、こういう方法もあるよっていうのを、まあ、紹介したかったっていう感じですね。そうですね。これって多分データを AWS 上に持っていかないといけないと思うんですけど、はい、どのような形で、まあ、そもそもどうやって AWS 上にデータを持っていったんですか。はい、まあ、実際これを検証したわけではないんですけども、まあ、センサーから AWS っていうところについては、まあ、例えばこんなことができるんじゃないかっていう感じで書かせていただいております。で、まあ、実際にやったのは、キネシスデータストリームズから、アナリティクスを挟んで、もう一回キネシスストリームズに行って、まあ、ダイナモに届けるっていうところが主に、まあ、今回検証してご紹介したところになるんですけども、まあ、どういった感じっていうのをイメージつかみにくいと思うんですけども、センサーのところで、まあ、例えば水風呂とかに、温度計を置いといて、そこの、温度センサーと、まあ、ラズベリーパイみたいな小型なデバイスを、まあ、接続するような形にしておくと、データが取れるので、そのデータを、まあ、例えば JSON 形式とかにしてもらうと、AWS IoT に、連携することが、できますという感じになります。で、AWS IoT に連携したら、そのデータを、順次キネシスアナリティクスに、まあ、突っ込んでいって、まあ、そこでちょっと、まあ、計算みたいなことをしまして、そうするとある程度意味のあるデータになってくるので、それを最終的に、データベースの方に入れていくって形になっています。なるほど。じゃあ、まあ、IoTAWS IoT を使って、まあ、まずデータを収集して、でそこからキネシスに入れてデータの加工を行っているっていうことですね。はい、そう、大まかな流れとしてはそうですね、うん、多分データ分析するにあたって、多分 S3 にデータ集めてとか、はい、グルーでとか、なんかいろいろな方法あるんですけど、はい、今回なんでこういう方法を取ったのかなっていうのを教えてほしいです。はい、まあ、今おっしゃられたみたいに、まあ、例えばセンサーからのデータを AWS IoT からまあ S3 に、持っていく方法とかもあったりだとか、先ほども申したんですけども、AWS IoT からそのままもうデータベースに突っ込んじゃうよみたいなやり方もあるんですけども、データを運ぶ最中にそれを加工してしまった方が早くデータストアに届けられて、それをまあその先に、まあ、もし画面とかで表示したいってなった時にリアルタイム性を持って表示できたりとかすると思うので、まあ今回こうやってキネシスアナリティクスっていうものを使ってデータを加工したっていう形になりますね。なるほど、よりリアルタイム性を求めるっていう部分で、はい、こちらの確かにS3 に保存して、でそこからまあ可視化とかなんかいろいろデータ加工してもできるけど、はい、例えばそれは、はい、例えば1日1回処理するとか、はい、なんかそういう形になるので、はい、確かにリアルタイム性っていうのは薄くなるのかなっていう。そうですね、はい、リアルタイムなデータをちょっと画面で表示させたりとか、まあ、天気だったりとか、まあ、それこそサウナのまあ状況を把握したいなって時には、まあ、こういう方法は使えるかなっていう形ですね。常にまあ最新の情報を知りたいとか、はい、そういう分にはキネシスを利用してやるのがいいんじゃないかっていうところ。はい、ありがとうございます。
キネシスアナリティクスをどういう感じで使っていったかっていうところなんですけども、今回センサーからまあ10秒ごとにまあサウナの温度っていうのを連携させて、キネシスのアナリティクスの方で移動平均っていうものを取らせていただきました。でまあ移動平均ってどういうものかって言いますと、まあ今回の場合だと10分間の間隔がどんどんずれていくみたいな感じで、そのずれていきつつその10分間をでに入っているデータをまあ計算していくみたいな、ちょっとややこしい仕組みを使っています。でまあそれを使うにあたってスライディングウィンドウみたいな、仕組みを使ってるんですけども、そこはちょっと込み入った話になるので割愛させていただきたいと思うんですけども、まあそんなことをやっていますと。でそういう計算をした後にもう一回キネシスデータストリームズに連携させて、それをまあラムダとかでダイナモ DB に連携させて、ようやくそれがまあ見えるデータになってくるっていうところを、やらせていただきました。実際の、デバイスから配信したデータがどんな感じでダイナモ DB に出てくるかっていうと、まあ、ご覧いただいているような画面のように、サウナ ID っていうものをサウナ施設だとすると、まあ、サウナ ID1 のところでは、14度ですよと、まあ、サウナ ID2 のところでは16度ですよみたいなことが、まあ、見えるかなっていう感じになりますね。なるほど。じゃあまあそれぞれのところから、まあ、温度を取ってきて、でそれをまあデータとして格納してるっていう感じですかね。はい、そういうことができますよっていう感じになりますね。じゃあまあいろんなところからデータを取ってきて、それをリアルタイムでキネシスで分析というかまあ加工をして、それをまあデータベースに入れていくっていう形なんですね。はい、まあそうすることによってダイナモ DB に入れると何がいいかっていうと、まあそこから例えば他の API とかで、うん、取ってくるみたいなこともできるようになるので、データをより有効活用することができるっていう形になりますね。ダイナモからまあ別のところとかに、まあまあ加工というかまあ呼び出しやすい、はいはい、でダイナモ DB を使っているっていう。はい、そうですね。なるほど。SQL クエリの設定ってあるんですけど、はい、これって CLI でから設定してる感じ。まあキネシスアナリティクスを使うとまあわかるんですけど、まあエディターみたいな感じになっていて、そこに SQL が書けるようになっていますね。なのでそこに SQL さえ書いてしまえば、アナリティクスはそれをもとに、処理をしてくれるっていう形になります。アテナの画面みたいなのがある。あ。そうですね、イメージ的にはアテナと同じようなイメージだと思います、うん、書き方としてはそんな感じで書くんですけども、うん、ま、じゃあマネコン上でエディターみたいなのが開かれてる感じ。はい、そういうイメージになります。あー、なるほどなるほど。 ありがとうございます。もしこのブログを読んでこういうセンサーデータからAWS 環境にデータを届けるみたいなところをやってみたいって方がいたら、ハンズオンのリンクも、貼らせていただいているので、まあ、そこを見ていただいて、まあ、そうするとこんなような構成図の、ハンズオンが簡単に試すことができるので、ぜひ皆さんも、実践していただければなと思います。まあ、センサーデータもこのクラウド9っていうものの中にいろいろセッティングすることによってデータを同じように連携することが可能となっておりますので、皆さん実践してみてはどうかなって思います。本日はですね、キネシスデータアナリティクスでサウナの水風呂の温度リアルタイム集計、スライディングウィンドウの活用法というブログをご紹介いたしました。松井さんに今回参加いただいたんですけど、ぜひ動画とかの撮ってみた感想とか一言いただけますか。はい、まあ、最近 IoT とかいう言葉が結構流行ったりとかしてますけども、そういうのを自分で実際に構築したりしてみると、まあ、こんな感じでデータ連携ってするんだっていうのが分かってくるかと思うので、まあ、最近ラズベリーパイとかも使ってる人が増えてきて、まあ、デバイスの方は詳しいけど、まあ、AWS はちょっと分からないだとか、まあ、逆に AWS のことは分かるけどデバイスのことちょっと分からないっていう方にも、ちょっとまあ、そうどういう感じで連携したらいいのかっていうのの、
なんだろうな、参考になればいいかなと思いまして、今回、ご紹介できてよかったなって思っております。結構あのデータ分析って最近すごくあのやってみたいなっていう話は聞くんだけど、まあ、何をやっていいかわからないっていうあの企業の方とか、あの実際に AWS 触ってる方とかいらっしゃると思うんですけど、まあ、ぜひその一歩としてあのこのブログ参考にしていただければなと思います。はい、本日はあの松井さん、あのありがとうございました。ありがとうございました。